スター・ウォーズシリーズ、スター・ウォーズ、スター・ウォーズシリーズは、ジョージ・ルーカスの構想をもとに、ルーカス・フィルムが制作する、アメリカ合衆国のスペース・オペラである。遠い昔、遥か彼方の銀河系を舞台に、映画、アニメーション、小説、コミック、ゲームなど、複数の媒体で展開される。世界で最も工業的成功を収めた、映画シリーズ、シェアード・ユニバースの一つであり、 マーベル・シネマティック・ユニバースに次ぐ世界歴代2位の興行収入を記録している。実写映画本編はエピソード4.561.237.89と不規則な時系列順で公開されていることが大きな特徴である。その他、概念的なスピンオフ作品が多数発表されている。ルーク・スカイ・ウォーカーを主人公とするシリーズ。 1977年から1983年にかけて公開された。スピンオフを含むスター・ウォーズ全作品の大元、オリジナルとなる作品群である。第1作、新たなある希望は、続編、帝国の逆襲、ジェダイの帰還も世界的にヒットした。1971年、ユニバーサル映画はルーカスが監督を務める2作品について契約を結んだ。 最初に制作されたアメリカングラフィティは成功を収め、ルーカスはアカデミー賞にノミネートされた。数ヶ月後、ルーカスは二作目の草案を提出したがユニバーサルは草案を拒否したため、二十世紀フォックスと契約を結んだ。1974年までにルーカスは草案を下敷きにして脚本を書き上げ、この自転シス、デススター、アナキンスターキラー。 アナキン・スカイ・ウォーカーなどの要素が加えられた物語が全球部作になると主張して20世紀フォックスと交渉し、監督として5万ドル、脚本家として5万ドル、プロデュース費用として5万ドルを受け取った。制作を確実なものとしたルーカスは、監督としての報酬を抑える代わりに、マーチャンダイジングの権利はすべてルーカス・フィルムが持つと、認めさせ、は、交渉において、 我々は20世紀フォックスのビル・ラーマンとの間で契約を立案しました。我々はジョージが権利を所有することで合意しましたと述べている自らの管理でキャラクターやメカのグッズを製造、発売し巨額の富を得た。この利益をもとに後のプリクエルトリロジーはルーカスフィルムの自己資金で制作されている。映画が時系列では4番目に当たる 新たなる希望から制作されたのは、まず一作目が、商業的に成果を収めねば、シリーズ化が望めず、その意味で一番、冒険活劇としての完成度が高かった、新たたる希望を最初に世に出すことが特策だと、判断されたためである。また、エピソード1.23の時代は、全銀河の首都である、大都市惑星、コルサントの描写や、銀河共和国と独立政系連合の間で、 勃発した大規模戦争であるクローン大戦の描写が必須にもかかわらず、当時の映像技術と予算では映画化が不可能だったのも理由にある。1997年、新三部作、プリクエルトリロジーの公開に先駆けて、新たなる希望、帝国の逆襲、ジェダイの帰還の特別編が順次公開された。ルーカスの制作意図に一層近づいた形にするべく、 フィルムの物理的な洗浄や素材フィルムまで戻った光学合成シーンのデジタル合成によるやり直し、再撮影及び CG による新規シーンの追加等が行われた。音響効果もバラつきが統合され、サウンドトラック全体もヒスノイズ低減処理を経て再編集された。一方で行われた変更の中には、いわゆるハンが先に打ったなど、 旧来のファンの間で論争を引き起こしたものもある。その後2004年に DVD、2011年にブルーレイディスクと新規の映像ソフトが発売されるたび、新三部作との整合化など、この特別編にさらに修正が加えられていった。現在はテレビオムアもこちらのバージョンが標準になっており、初公開時のオリジナル版を鑑賞することは困難となっている。 アナキン・スカイ・ウォーカーを主人公とするシリーズ。1999年から2005年にかけて公開された。旧三部作の前日談、プリーキルにあたり、ファンや批評家から賛否両論が巻き起こった。1987年、ルーカスは、マーシア・ルーカスとの離婚和解で財産を失い、映画制作の意欲をなくし、ジェダイの期間以降の続編計画は中断してしまう。 しかし、1990年代の映像技術の進歩に触発されシリーズの再開を考えるようになった。この間、スター・ウォーズはティモシー・ザーンのスローン3部作やダークホースコミックスのダクエンパイアなどのスピンオフ作品によって人気を回復した。スター・ウォーズ人気が衰えていないことを知ったルーカスは再び監督として制作に復帰する。1999年に ファントムメナスが公開され、2002年にクローンの攻撃、2005年にシスの復讐が公開された。旧三部作と比較するとはるかに発達した特撮 CG 技術や派手なカメラワークが目立ち、シリーズの見どころの一つであるライトセーバーの盾も非常にアクロバティック化した。ルーカスは新たな映像信号規格 HD24P の導入によるデジタルシネマの推進に、 意欲的に取り組み、エピソードにクローンの攻撃において、長編映画では史上初めて完全デジタル撮影を行った。その後、映画界では撮影機材のデジタル化が急速化し、映画の歴史に一つの転換期をもたらすことになった。一方で脚本に関しては、アナキンの年齢設定など、旧三部作の制作時と決定的に矛盾する点も生んでしまい、 それらは前述の特別編において調整されている。ルーカスは長年スター・ウォーズシリーズのために作成した資料の量を誇張しており、その理由をマイケル・カミンスキーは宣伝と情報保安を目的にしていると述べている。ルーカスがジェダイの帰還の後に続く物語を企画しているという憶測が生まれた。しかしルーカスはシスの復讐以降の作品は制作しないと明言し、 私はよく、ジェダイの帰還の後に何が起きるんですかと聞かれますが、それに対する答えを持っていません。映画は、アナキント・ルークの物語であり、ルークは銀河を救い父を取り戻して、物語は終結していますと語ったことにより、スター・ウォーズシリーズは、全9部作の予定を、全6部作と修正して、一旦の完結を迎えた。例を、主人公とするシリーズ。 2015年より展開中、旧三部作の後日探、シークルにあたり、世界歴代工業成績の上位を塗り替えるヒットを記録しているが、プリクエルトリロジーと同様にファンや批評家からは、賛否両論の声が強い。2011年に入り、ルーカスは、スターウォーズの新しい映画作品について、仕事を始めた。2012年に、ウォルトディズニーカンパニーが、 ルーカスフィルムを買収して、スターウォーズシリーズ著作権を取得、配給会社も20世紀フォックスから、ウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズに変更され、新体制での再スタートとなった。2015年に、ホースの覚醒、2017年に、最後のジェダイが公開、そして2019年に公開予定の、スカイウォーカーの夜明けで、本来想定されていた全級部作が完結する。 買収後のルーカスフィルム社長には、キャスリーン・ケネディが就任。作品自体は引き続きルーカスフィルムが制作するが、ルーカス本人は、今までのように制作葬式は行わず、制作現場から退き、クリエイティブコモンという特別な役職に就任した。マーク・ハミルは、ディズニーの制作について、ルーカスの頭の中では、第7作から第9作までのあらすじができていた。そして、 ディズニーが実際に作った作品は、ルーカスの構想していたのとは大きく異なるものだと言及した。また、20世紀フォックスが永久的配給権、販売権を所有するエピソード4を除いて、オリジナルプリクエルトリロジーの同権利も2020年5月に、ディズニー、ルーカスフィルムに移行する予定になっていた。2013年に、親会社、 ニューズコーポレーションの分社化により21世紀フォックスが設立され20世紀フォックスは参加となりその後2017年12月14日にウォルト・ディズニー・カンパニーは21世紀フォックスのエンターテインメント部門を総額661億ドル7兆400億円で買収することに最終合意したと発表これによりスター・ウォーズべての権利を完全にディズニー ルーカスフィルムが有することとなった。2010年に本シリーズのエピソード1から6のデジタル 3D 化が発表された。そのためのデジタル 3D 変換技術の開発がインスリー社において行われたが、これは人物や背景などのシーン中の全対象物の3次元形状を 3DCG モデルで再現し、そこに元映像をマッピングして、 3D レンダリングするという非常に手間のかかるもので、コストの問題が解決できずアンセルされ、ルーカスとイルムの監修のもとプライムフォーカス社においてデジタル 3D 変換が行われることになった。2012年にはエピソード1、ファントムメナスのデジタル 3D 版が公開され、以後、エピソード2から6のデジタル 3D 版がエピソード順に公開される予定だったが、同年10月に、 ウォルト・ディズニー・カンパニーが本シリーズの制作会社、ルーカス・フィルムを買収し、エピソード7にあたる、ホースの覚醒をはじめとする、続三部作である、エピソード7.8の映画制作の決定に、伴いその制作に尽力することとなり、全世界の映画館での公開は事実上の中止状態となっている。この影響で、日本でも公開終了後に、エピソード1、 ファントムメナスのデジタル 3D 版のブルーレイディスクの発売が予定されていたが、発売中止となった。全世界の映画館での興行公開は、現在も行われていないものの、エピソードに、クローンの攻撃のデジタル 3D 版は2013年7月26日から7月28日に、ドイツのメッセージ戦で開催された、スターウォーズセレブレーションヨーロッパに似て、イベント上映され、 エピソード3、スの復讐のデジタル 3D 版は2015年4月16日から4月19日にアメリカのカリフォルニア州アナハイムで開催されたスター・ウォーズ・セレブレーション・アナハイムにてイベント上映されている。2017年11月9日にウォルト・ディズニー・カンパニーによりシークエル・トリロジー完結後に新たな三部作の実写映画の制作が予定されていることが発表された。 最後のジェダイの監督ライアン・ジョンソンが主導し、ルーカスフィルムに3本の映画、一つの物語、新たな登場人物、新たな場所、フレッシュに始めようと提案。スカイウォーカー・サーガからは、離れた新たな別の人物を主人公とする三部作を予定している。ライアンは1作目は監督する予定だが、全作を監督するかは不明とのこと。三部作の方向性について、 唯一のゴールは子供としてスター・ウォーズによりどう感じさせられたかを考えることだと語った。2018年2月3日、ルーカス・フィルムはジョンソンの三部作とは異なる新シリーズを制作することを発表した。脚本、制作はテレビドラマゲーム・オブ・スローンズのデイビッド・ベニオフと B ・ワイスが担当し、ボブ・アイガーは物語について スターウォーズシリーズのある時点に焦点を当て、そこから始まる物語になると語っている。2019年5月7日、ウォルトディズニースタジオが、タイトル未定の新作3本を2022年から1年おきに全米公開すると発表した。全米公開日はいずれもクリスマス前の週末で、第一作が2022年12月16日、第二作が2024年12月20日。 第3作が2026年12月18日となる。本シリーズは多種多様な媒体を通じてたくさんのスピンオフ、外伝を世に送り出してきた。ジョージ・ルーカス自身が他の作家による二次創作に寛容だったこともあり、映画本編と整合性が取られていない独創的な作品も多く存在する。しかし2012年にウォルト・ディズニー・カンパニーが ルーカスフィルムを買収した際、膨大な数のスピンオフが、新規ファンに混乱を与えてしまうという配慮から、スピンオフ作品はすべて、カノン、聖子と、レジェンズ、非聖子に分別されることとなった。カノンに属する、スピンオフ作品は、ウォルト・ディズニー・カンパニーが、ルーカスフィルムの買収後に設立した、ルーカスフィルムストーリーグループの監修を受けた作品が、該当する。 それ以外、および、すでに展開を終了している作品はすべて、レジェンズとして、いわゆる、パラレルワールドの扱いとなった。しかし、レジェンズの所属になったキャラクターのスローンダイ・タダシが、カノンのアニメーション、反乱者たちに、同じくタグビンクが、カノンの実写映画、ハンソロにそれぞれ登場しており、ルーカスフィルムのリーランドチーは、今後も、レジェンズのキャラクターが、 カノンに登場していくことを明言している。ここでは映像作品のスピンオフのみ記述する。それ以外の小説、コミックゲーム作品などは、スター・ウォーズのスピンオフ一覧を参照。旧三部作の成功を受けて、エピソード6、ジェダイの帰還に登場した惑星エンドアのイォーク族を主人公にしたテレビ映画。日本では劇場用映画として公開された。エピソード6、 ジェダイの期間にて、ルークたちと出会う、以前の、ウィケット、W ・ウォリックらイオーク族の冒険を描く。子供向けに実写映画本編より、対象年齢を下げて制作されている。実写映画本編を補完する実写映画シリーズ。2013年、ルーカスフィルムが、スター・ウォーズのメインストーリーとは別の劇場映画を、いくつか制作すると報じられ、2015年4月に、 アメリカのカリフォルニア州アナハイムで開催された本シリーズのオフィシャルファンイベントスター・ウォーズ・セレブレーション・アナハイムでこれらの実写映画スピンオフ作品群はアンソロジーシリーズのレーベル名の下で公開されることが明らかにされた2016年12月公開のローグワンスター・ウォーズ・ストーリーを切りに2作品の公開が発表されている ルーカスフィルムアニメーションが制作している主要なアニメーション作品ではエピソードにクローンの攻撃からエピソード3シスの復讐冒頭の戦いまでをシームレスにつなぐ 2D アニメテレビシリーズスター・ウォーズ・クローン大戦や同じくエピソード2クローンの攻撃とエピソード3の間の時代を舞台にクローン大戦における戦いの一端を描いた 3DCG アニメ スターウォーズ、クローンウォーズ、そしてその続編となる、クローン大戦の様々な戦場を描く、3DCG アニメのテレビシリーズ、スターウォーズ、クローンウォーズが発表されている。また、ウォルト・ディズニー・カンパニーによる、ルーカス・フィルム買収後も、エピソード3、シスの復讐と、エピソード4、新たなる、希望の間の時代の、反乱同盟軍が結成されるまでの物語を、 描いた 3DCG アニメのテレビシリーズ、スター・ウォーズ反乱者たちが発表されている。2018年10月3日、実写ドラマがマンダロリアンを描く、ザ・マンダロリアンになると制作、脚本を務めるジョン・ファブローが自身のインスタグラムで発表した。10月4日、スター・ウォーズ公式サイトにて、作中の画像とともに、1作目の監督をデーブ・フィローに、 その後のエピソードの監督を、デボラ長、ディック・ファム・イーは、ブライス・ダラス・ハワード、タイガ・ワイティティが、プロデューサーには、ジョン・ファブロー、キャスリーン・ケネディ、コリン・ウィルソン、エグゼーティブプロデューサーには、カレン・ギル・クリストが参加することが発表された。基本的な用語のみ記述する。その他の用語、および詳細は、用語一覧、登場兵器一覧、登場テクノロジー一覧、 惑星一覧を参照。1977年には、スター・ウォーズのテーマをが、ディスコアレンジでカバーした、スター・ウォーズのテーマ、カンティーナバンド、酒場のバンドが発売され、ビルボードホット100で1位を獲得した。1978年には、イメージソングとして、コカドマジンが歌った、スター・ウォーズのテーマ、カンテナバンドが発売された、ポリドール、 DR-6186 これは、上気 MEGO のアレンジカバー版をもとに、有川雅子が日本語詞を付けたものであった。本シリーズの日本でのテレビ初放映作品は、エピソード4、新たなる希望で、1983年10月5日20時より、日本テレビ系の水曜ロードショー、現、金曜ロードショーにて日本語吹き替え版が放された。 二度目のテレビ放映も同じく、日本テレビの金曜ロードショー枠、水曜から放送曜日移動で、エピソード4、新たなる希望。新しい吹き替えバージョンとして、番組内で、水野春夫にも紹介された。2005年6月から同年7月に行われた、日テレ TBS テレビ朝日の、エピソード3、シスの復習公開を控えた5作品一斉放送では一部の、 声優が変更された。エピソード4、新たなる希望公開30周年にあたる2007年には、ワウワウで、エピソード1から6がハイビジョン 5.1CH で放送された。2010年7月には、NHK 武士にて 5.1CH に、エピソード順での放送が行われた。特に2010年の放送では、6月末より、 関連番組や便乗 CM をほぼ毎日放送するなど、これまでの日本におけるどの放送より力を入れて行われ、エピソード2の7月18日の放送直後に、ガイデン作品のスター・ウォーズ・クローン大戦を放送するなど、時系列順を徹底、エピソード1から6の順に、それぞれ7月17日から7月22日まで毎日し、パロディ作品のファンボーイズも、 エピソード3の直後に放送している。データ放送ではそれら関連番組の視聴時間に応じてフォースポイントというポイントがたまり、オリジナルグッズへの応募が可能だった。フォースの覚醒が2015年12月18日に公開されることを記念して、日本テレビでエピソード1からエピソード6までの6部作が放送された。映画番組。 金曜ロードショーにて12月18日金曜日にエピソード4新たなる希望25日金曜日にエピソード1ファントムメナスが放送され12月28日月曜日深夜の映画天国ではエピソード5帝国の逆襲エピソード6ジェダイの帰還がオンエアされるまたエピソード二クローンの攻撃は十二月三十日水曜日深夜エピソード三 シスの復讐は2016年1月1日、金、祝信夜に特別枠で放送された。映画天国と特別枠は関東ローカルでの放送となった。最後のジェダイが2017年12月15日に公開されることを記念して、日本テレビの映画番組、金曜ロードショーにて12月1日にエピソード後、帝国の逆襲が12月8日に、 エピソード6ジェダイの帰還が12月15日にホースの覚醒が地上派発放送された。視聴率は関東地区で帝国の逆襲が9.7%ジェダイの帰還が8.1%ホースの覚醒が12.2%を記録したビデオリサーチ調べ。ハンソロスター・ウォーズ・ストーリーが2018年6月29日に公開されることを記念して 日本テレビの映画番組金曜ロードショーにて6月29日にエピソード4新たなある希望が放送された視聴率は関東地区で8.2%を記録したビデオリサーチ調べ2005年三強から CR フィーバー・スター・ウォーズとして登場した2008年に本機のゲーム性をさらにアップした CR フィーバー・スター・ウォーズ・ダース・ベイダー降臨も 登場した。2014年に CR フィーバースターウォーズ、バトルオブダース・ベイダーが登場した。2007年にパチンコと同じ産業から発売。2015年6月1日、オリジナルプリクエルトリロジー6部作のデジタル配信が開始された。ウォルトディズニーカンパニーによるルーカスフィルム買収後の配信であるため、20世紀フォックスのロゴは表示されない。 エピソード4を除く。それまでの映像ソフトには未収録のボーナス映像も収録されている。その後、シークエルトリロジーやアンソロジーシリーズの作品がソフト化される際はデジタル配信も同時に行われるようになった。また、クローンウォーズ、反乱者たちなどのアニメーションも配信されている。5、おさむき。